日食1997年3月9日の日食1997年3月9日の日食は1997年3月9日に観測された日食である。食分は1.042。この日食の見られた地域は主に東アジアとアラスカである。モンゴルからシベリア東部を横切る細長い帯状の地域で回帰日食が見られた。 回帰日食の最大継続時間は2分50秒。この回帰日食が見られたのは寒冷で人口がまばらな地域で最も大きな都市は人口38万人のロシアの地タであった。ロシアのイルクーツクやモンゴルのウランバートルなどはわずかに回帰帯から外れていた。しかし、陶器の大陸の真ん中で起こるため晴天率が高く、 予想されること、日曜日の日食のため休暇取得日数が最小限で済むこと、偶然にも当時出現していたヘールボップ彗星が回帰中に肉眼で見える可能性があることなどから、日本からは日食ツアーがいくつも組まれていた。また、回帰体にある地域の気温が氷点下20摂氏30度と低温が予測され、撮影機材等の体感が要求されたため、 当時すでに撮影機材の電子化が高度に進んでいたにもかかわらず、電池が不要な機械式カメラの使用者が多くなった、得意な日食でもあった。日食数時間前に日食観測地で撮影されたヘールボップ彗星。この写真の場合、電池不要の機械式シャッターのカメラを用い、赤道正しの電源は、リモートコードで暖かいところから延長した地下での、 日食観測風景シベリア南東部、ロシアの千田市では、中心部から7キロメートルほど離れた郊外の丘陵地で、日本からのツアーに参加した観測者、約50人が、氷点下接し20度前後の寒気の中、日の出前からカメラ等を並べた。日の出時点で、空は曇りがちだったが、日食が始まる直前の8時半頃ようやく晴れ間が見えた。日食が始まると、 近所の住民や子供たちもフィルムの切れ端を目に当て、空を見上げた。海域が近づくにつれ、急激に冷え込みが増し、温度計の目盛りは、氷点下摂氏22度に。10時前、このぐらい空にコロナをなびかせた黒い太陽が現れた。太陽から少し離れて水星と、金星も願望できた。期待されたヘールボップ水星は、存在を探したものの、雲に隠れて見えなかった。 回帰日食の最後を飾るダイヤモンドリングの瞬間、花火が上がり、拍手が起きた。モンゴル方面でも多くの観望者が訪れたが、雲が広がり、回帰日食を観望できなかった。中国で回帰帯が通過したのは、北西部と北東部の二つの地域だった。どちらでも主要都市からかなり遠い国境沿いだった。北西部のは、新疆ウイグル自治区のアルタイ地区北部で、 北東部のは内モンゴル自治区、フルンボイル名北部と国立交渉の大高安嶺地区北部の隣接地域だった。他の国土の大部分で、海域日食ではなく、部分日食だけが見えた。そのため、中国での海域日食の観測はその2つの国境地帯に集中された。アルタイ地区で日が出たすぐ後に海域食が始まったため、観測された空の高度の変化が歴史書。 畜書記念に記載された洋元年天才丹を帝の天才丹に一致したと夏昇周年表プロジェクトが判断した。それで記載された日の出の頃の回帰日食を紀元前899年4月21日の朝だと計算して、牧野の戦い及び州の時代の始まりを推定した。しかし、その判断に疑問を持つ学者もいる。中国の最北端に位置する県。 国立交渉の爆画圏は、回帰日食の時太陽の行不角もより高く、回帰日食の持続期間もより長く、中国国内で最も視線が集まった場所になった。そのうちロシアと国境を接する県の北端に位置する爆画峡は持続期間が最も長かった。多くの官房者が回帰日食とヘールボップ彗星を観測するため訪れた。その他、 爆画で中国発の回帰日食アマチュア無線通信実験と回帰日食のテレビ生中継が行われた。日本では各地で部分日食が見られた。緯度が高い地域ほどかけが大きくなる傾向にあり、各地の最大食分は次の通り。稚内0.791札幌0.755仙台0.673新潟0.683富山 0.675、東京、0.633、名古屋、0.648、京都、0.655、広島、0.669、福岡、0.668、なぜ、0.565、那覇、0.529。ありがとうございます。